トイックを受験しようと思ったのは、今実は僕は大学入ってやっぱりいろんな誘惑とかが、まあ、浪人と留年と休学としてて、はい、あ、ダメな人間のタイプ、英語教員、まあ、単純に言うと劣等感、あれまでの話ですけど、はい、それではありがとうございます。お疲れ様です。はい、こんなに来るとは思ってもいなかったんですけど、まあ一応全員来ても入れる会場にしてあるんですけど、まあ半分ですね、結局来たのはって感じです。はい、やり取りした人の中でという感じになりますが、ではやっていくんですけど、一応800超えちゃってたらちょっとみたいなんで、まあギリギリ800超えてない人たちもいますし、まあ全然超えてませんっていう人もいますんで、まあどんな人たちなのかをちゃんと聞いていかなきゃと思いますね。じゃあそれぞれ聞いていきたいと思います。はい、はじめまして、坂上さんと同じく再受験して中央大学に入りました、現在2年生の山上大志です。よろしくお願いします。今トイックはどれぐらい？トイックは440点です。お、全然です。なんでトイック受けたんですか？なんとなく就活で疲れるのかなと思って、うん、その就活のことをとりあえずトイック受けとこうと思って。なるほど、わかりました。はい、じゃあ続いて明治大学小学部2年の須藤大志ことメジロンと申します。はい、僕自身がトイックを受験しようと思ったのは、今実は僕は大学2回目でして、はい、仮面浪人ではないんですけど、前の大学を中退した上で明治大学に来たっていうちょっと経歴なので、おうおう、年齢的なものでやっぱ就活でも不利になるなと考えたので、はい、その資格としてトイックを受験しようと思っていました。なるほど、今結構でもまあそれでは取れてるね。そうですね、IP では75です、はい、IP、はあ、はあ、はあ、っていう感じなんですね。はい、まあそうですよね、絶対現役で2年生ですじゃないですよね、見た目としてはね。これでそうですって言われたらええってなるんですけど。確かにそうです、よろしくお願いします。はい、じゃあまあ就活用ですね、話して、中央大学1年生の小学部の山田太一です。俺中央じゃん、2人並んで。僕も森田先生の動画でその見てたところにこのオーディション見つけて、まあ、来た理由が、大学入ってやっぱりいろんな誘惑とかが多いと思うんですけど、入る前は大学入学したら英検とか取ったり、トイックもいい点数取ったりって思ったんですけど、実際その誘惑が多いからやっぱり遊んじゃったりして全然できなくて、うん、それで今回の企画で、まあ、まだトイックは受けてないので何点か分かんないですけど、うん、森田先生にいろんな人と関わってその刺激を得ながら、大学でも頑張りながらトイックでいい点数取って、これはもちろん大学の優勝の要求も重ねたいというのも、なんかこの人が動いたりもなんか応募させていただきました。はい、そうですね、見た目が辛いですからね。遊んでるに決まってますね。はい、どんな話か。はい、この10人くらいはネット上で頑張るというハンドルネームでやっていただいております。年齢は皆さんちょっと若いんですけど34です。で、トイックも勉強はしているものの、あんまり最近点数も伸びなくて、半年前に受けたのが630点ぐらいで、職業はネットワーク系のメンテナンスをしている。声が小さすぎて全く聞こえなかったら知りません、使えなくなってしまいますので、はい、カットされてたら声小さくて聞こえなかったんだなと。それは残念です。Do not worry, be happy って書いてますね。はい、ドーナツが書いてあって、ドゥノートのところがドーナツになってるっていうアピールポイントですか、そこは。いや、全く違います。適当に選んできました。いじってもらおうと思ってやったわけではないですか。そして続いて、はい、明治大学政治経済学部1年の山川です。このプロジェクト、オーディションで応募した理由は、まあ、単純に言うと劣等感。一浪した上で国立大学ちょっと落ちちゃって、はい、今明治大学に入ったんです。国立、ね、目指したところが9点で、はあ、まあそこ落ちちゃった分やっぱり言わないですね、9点7つありますけど、はい、大阪大学受けたんですけど、まあ落ちちゃって、何か強みになるものが欲しいとってなった時に、自分が多少得意にしてたのが英語、うん、高1の時に英検準1級取ったんですけど、うん、英検も全く受験に役に立たなかったんですってなって、じゃあ就活だったら絶対トイックは役立つだろうっていうところで、うん、いい理由ではないかもしれないけど就活のラミントイックが使いたいっていうところで、うん、このオーディションに応募させていただきました。はい、高みを目指しているわけですね。ここにハイヤーって書いてるんですから。はい、じゃあ続いて、はい、こんにちは、慶応義塾大学の理工学部2年の高橋と申します。同期です。いや、なるほど、同期です。わかりません。はい、あと2回生なんですけど、年齢23歳にして、うん、まあ、浪人と留年と休学としてて、はい、あ、ダメな人間のタイプですね。完全に自分に自信がない状態になっているので、はい、何かしら自信をつけたいなってことで、まあ、たまたま森さんの動画に会って応募させていただいたっていう感じになってます。理工学部なんで将来的にいい入校かなって考えてて、まあ、トークルが必要になってくるので、まあそれも込みで、なるほどですね、理工学部つけれればなと思ってます。ね、僕の内勤の仕事っていうのは慶応理工科連絡という道だったりますから、英語ができれば
わかりました。続いて、はい、こんにちは。武蔵大学国際教養学部1年のユッティと呼んでください。好きなものは芸人の違うんですけど、ユッティと。ちっちゃいことは気にしない人です。好きなものはマックとオセロです。マックはもう年100回ぐらい行ってて、オセロも月に300回はやってます。今回このオーディションに応募した理由は、自分の英語力を示せる指標っていうのをまだ英検しか持っていなくて、これ何かあるかなと思った時に、日本だったらおそらくトーイックだろうということで今回は参加しました。よろしくお願いします。はい、英検は何だったんですか。英検は今1級目出してて、トイックも持ってる。トイックは受けたことがない。あ、そうなんだ。はい、あ、次行きましょう。はい、こんにちは、山口と申します。大学はちょっと皆さんちょっと高いんで伏せさせていただきます。そうなの。そうです。なんですけど、まあ、このオーディションに、まあ、申し込んだ理由としては、今年の2月から7月までオーストラリアの方で語学留学行ってまして、うん、まあ、それ帰ってきた後に、まあ、自分に、まあ、就活で使えるっていうのも一番ですけど、留学の経験無駄にしたくないなと思い、 TOEIC を受ける受験をこの企画に参加することを決めました。よろしくお願いします。 TOEIC 自体は、トリック自体は公開では490なんですけれども、うん、この前の、まあ、IP なんですけれども、うん、大学で受けて660です、ね。上がったわけですね、大学の、はい。なるほど、わかりました。この帽子はどこで買ったんですか。これは新宿ですね。これブランド物なんですか。いや、これはニューエラで。ニューエラって何ですか。ニューエラ、まあアメリカのブランドっていうか、まあ、メーカーなんですね。これちょうどサンディエゴですね。そうそうそう、サンディエゴのマークだなと思いながら。森田先生がこの前なんかツイッターで留学の思い出みたいな、うん、あ、そうそう、サンディエゴあったんで。そうそうそう、いろいろあるんですけど、私自己で思ってるんですけど。あ、そうなんですか。サンディエゴだなと思いながら、なんでなんだろうって思って。一応、そういう。ね、皆さんの身につけてるものはいじりますからね。異様な観察眼を持ってますので。はい、では、こう言って、もう、はい。千葉です。英語教員を目指して、TOEIC は一番自己ベストで655点でした。以上です。はい、早っ。なんか質問が。質問なんで応募したのかな。そうですね、応募した理由は、単純に私 TOEIC をゲーム感覚で見てて、点数が上がっていくのが楽しいので、モチベーションアップのために直接指導してもらえるっていうことなので、参加しました。はい、はい、どうぞ。福井です。今18歳で語学系の大学に通っています。応募しようと思ったきっかけなんですけど、大学受験に失敗して、まあ、語学系の大学に入ったっていうこともあって、大学では英語を頑張りたいなと思って、もうすごい変わり癖があるので、モチベーション維持できる状況で勉強したいなと思って参加しました。そうなんですね。2人で来てるし ね、 じゃあね、はい、それでも2人も来るんだと思いましたけど。じゃあ最後ですね。はい、田中裕樹です。今大学院進学が決まった段階で今休学してて、でそれ決まったのに、ちょっと病気がありまして、まあ目なんですけど、目の病気でちょっとこの試験が直そうかなと思って、その休学中で、で英語トイックに関してはこれちょっと謝らなければならないんですけども、ツイッターも4月20、8月に受けたんですよ。はい、で、全く20取っちゃう。おー、最初の卒業生ですよ。なんか嬉しくないなと思って。でも一応 YouTube とか編集をやってるんですよ。それで今整形というか立てて、普段 YouTube 編集するんですけど、まあ、なんかこういう機会だし、応募の要件見たら全部当てはまってるなと思って、時間も楽しいし、目の病気で編集やってるんですか。スタンドはバイトとかって時間決まってるじゃないですか。何時から始まって、その間に例えば目に結構ダメだなってことか向けられないし、でも編集は自分で決まった時間でじゃなくて自分でコントロールできるから、なるほど、ね、そっちの方がいいかなと思って。おお、そうですね。ということでした。おめでとうございます。分からない、もう複雑と思って、900目指すっていう。なるほどね、まあまあまあ全然嘘ついてないだけでね。 OK です。じゃあこんな感じで、まあ、よし。で、まあそれぞれですね、そうですね、目標点とか違うと思うので、紙にちゃんと書いてもらう、どっかに書いておかないと私も忘れてしまうし、多分今のじゃあ言えなかったって人も多いと思うので、なんで、まあ、書いてもらったと思うんですが、あ、この人これ問題が。よし、やりましょう。そんなも予想してたと思いますので、はい。